よろしくお願いします。岡村さん、嫁さん、よろしくお願いいたします。お願いします,します、えー。非常に爽やかな音楽で。<laughs> 登場させていただきまして、ありがとうございます。はい えー、今回もお話をいただいて、えー、岡村さんもねお世話になってますんで、はいえー、ありがたい限りです今回も D クリニックの CM させていただくことになりました私自身も通っておりますので、はいえー、普通にリラックスした状態で CM 撮影することができました <laughs>、えー、今日初めて見ましたけども 素晴らしい的だと思います。<laughs> よろしくお願いいたします。いやいや思いのほかね。はいか。かっこよく仕上がってたんで。<laughs> そうです。あのびっくりしております。<A> はい。正直なかなかハードな。現場でしたからね。<A> はい、そうですね、はい。風も強かったですし。そうそう,そう,そう,う。あの二年前に。CM 発表会がありましたけれども。はい、それから2年経ちましたけど、反響は矢部さん、岡村さんいかがですか。ああ。そうですね。でも。なんかこう。岡村さんがお世話になってるんで、な、なんでしょう。 なんか自然な、ね、感じで、はいあのー、CM もやらせていただいてましてここだけの話ですけど水面下でたくさんの芸能人の方紹介してます <laughs> かなり通われている <laughs>、はい、ということですよね、あのー、どうしたらいいんでしょうかとか <laughs>、あのー、どちらに。どちらに お話すればいいんでしょうかっていう、えー、連絡いただいたりとか、はいえー、そういうことを実際に僕水面下で本当にやらせていただ。名前は伏せさせていただきますけれども。はい、あ、そうですね。あの一人後輩に言われました。はい、えー。はい。あの会話していただいておりますって言って、<laughs> えー、後輩から言われました。芸人さんですか。芸人さんです。芸人さんですか。はい。やっぱり岡村さん芸人会からの反応もすごいですか。あの本当に。 言うていいのかどうか分かんないですけど、芸人さん多いです <laughs> <laughs> 結構、結構、連絡は来ますねあ。そうですか、はいえー、一度、江頭さんの名前出して怒られましたので、あかんやん、ま、また、またこれ、乗るでやっぱり、戻る、戻せるのであれば、戻したいですから、うん、あしか自然な若い頃の自分にね。 まあ芸人さんなのでって言われることはあるんですけれども<ー>でも今はもう珍しくなくなってるっていうことですよねそうですねはい感化してきましたよねはい、えー、岡本さんは結婚生活の先輩として矢部さんに結構アドバイスをもらってますか <laughs> そうですね、あのーまあこう、プライベートでどうこうっていうのはないですけど、仕事を通じては、いろいろアドバイスはあのいただいてますねやっぱり照れくさいもんで、あのー、奥様とお会いしてませんから、まだ。あまだですかいやそうなんですよ去年の10月、入籍、ねええはい、そうですよね、もう半年以上経ちましたけれど、も写真は見せてくれって言われましたので。<laughs> 写真は、あの見せましたけども。あ、はい、そうですか。ええ、はい。矢部さん、どんな方と聞いてますか。写真見ての感想はいかがですか。いやいや、あのー、お綺麗な、はい。なんて言うんでしょうね、こう。あなんでしょう、岡村さん包み込むような。<ー>あのー、写真では、そのような印象ですけど、ね。あ、そうですか。はい。はい、えー、今日はですね、さまざま、おたかのことも伺っていきたいと思います、ね。よろしくお願いいたします。それでは。